はい、ではですね、薄い方といっても5ミリあるんですよ。こちらもシーズニングしていきますね。火をつけます。薄いので早くシーズニング終わると思うんですけど、今中心で110度ぐらいですね。120度ぐらいですか。で、火がよく当たっているところでもうすぐ150度ぐらいですね。この火が強く当たっているところ、色が変わってきました。やはりですね、厚さの違い、圧倒的にこちらの方が温まるのはもちろん早いですね。この外周が青くなってきました。この鉄板をね、育てている時も楽しいんですよね。で、また使っていってどんどん変化して馴染んでいくっていうのも味があっていいですよね。
では一旦ですね、これで冷ましていきます。はい、では5分経ちましたのでお湯を塗っていきたいと思います。ではまた火をつけていきます。だいぶ色がこの火のよく当たるところですね、変わってきました。こうね、逆光で見えにくいと思うんですけど、感じで色が変わってきてます。ちょっと色が甘いので、もう黒くなってきましたね。はい、全体的に黒くなりましたので、またこれで少し休ませたいと思います。
ではまた5分ほど経ちましたのでオイルを塗って終わりにしたいと思います。比べるとちょっとまだ黒さが足りないような気がするので、もう一回ぐらいやりましょうか。また少し冷ましたいと思います。はい、ではまた冷まし終わりましたので
最後にオイルを塗って終わりにしたいと思います。こちら極厚1センチとこちらの 0.5 センチの鉄板ですね、シーズニング完了しました。どちらもいい感じに仕上がってくれたので、これからお肉とかいろいろ焼いて楽しんで育てていきたいと思います。では今日の動画はこちらの鋳物の1センチの鉄板と 0.5 センチの鉄板をシーズニングしてみたという動画でした。よろしければチャンネル登録とグッドボタン押していただけると嬉しいです。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。